江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、日本の話題なんですけれども、もうちょっと古いんでご存知の方も多いかなと思うんですけど、 K-POP の CD アルバムが渋谷で投棄され、韓国海外まで広がった K-POP 慢性病ということでね、記事が出ておりました。まあ、なので韓国の反応と一緒にご紹介していきたいと思います。写真の方がねあるんですけども、こんな感じで渋谷で投棄されてたらしい。渋谷で投棄。じゃあですね、こちら記事の方行ってみましょう。くーちゃんお願いします。渋谷の路上にセブンティーンの新しいアルバムが箱ごと廃棄されています。これは本当にひどいですね。ソーシャルメディア X、旧ツイッターである日本人ネチズンが30日に掲載した映像がオンラインに広がり話題になっている。日本東京都渋谷のあるデパート近くの公園に、ハイブ傘下のボーイズグループセブンティーンのベストアルバム 17IS ライト HERE が紙箱数十個に入れられたまま捨てられた姿が盛り込まれた。ご自由にどうぞというメモとともに捨てられた、今は全てゴミ袋に入れて片付けられた、投棄場所は私有地で、ゴミ投棄監視カメラと警告文が貼られていたと、いろいろな目撃談掲示物も相次いだ。このアルバム発売翌日のことだった。渋谷は東京内で K-POP の聖地と言われている。大型レコード店タワーレコードは5階を K-POP 専用フロアとして運営している。アルバムを大量に買って捨てる問題は K-POP の慢性病と指摘される。新しいアルバムがこのように大量に捨てられる理由は、いわゆる未公開フォトカードとサイン会ファンミーティング応募券のためだ。好きなメンバーの写真が出る確率を高めようと、複数の購買先を転々としながらアルバムを数十枚ずつ購入する。警告消費社員の昨年のアンケートによると、 K-POP アルバム購買者の半分以上の 52.7% がフォトカードなどグッズを集めるためにアルバムを買ったと答えた。アルバム廃棄物問題を解決しようという自制の声も高い。 K-POP ファンが2021年に結成した K-POP 4プラネットは、アルバムを多量購入しても実物アルバムは望みだけ受け取るグリーンオプションをくれとアルバム企画会社に要求したりもした。しかし事情は変わっていない。今回のセブンティーンアルバムもランダムフォトカードが入った形で発売された。発売初日だけで226万枚売れたK-POP ベストアルバムの中で最多販売記録だ。ソーシャルメディアではアルバムの放送を経がして、好きなアイドルメンバーのフォトカードだけを選ぶ別名アルバム感フォト感のレビューが人気だ。一つのアルバムで獲得する可能性があるフォトカードが全体で何種類で、それぞれどんな形なのか、このレビューを組み合わせてこそまともにわかる場合も多い。ある歌謡企画会社の関係者は、購買代行業者がトラックごとアルバムを買って未公開フォトカードだけを別途販売し、 CD は全て廃棄することも頻繁だと話した。ハイブと子会社オドアのミンヒジン代表間の紛争もアルバム廃棄物問題を再び喚起させた。ミン代表は25日の記者会見で、ランダムカードを作りアルバムを出すなんてことをしないでほしいとハイブの行動を攻撃した。ミン代表はアルバム販売量が引き続き上昇すればファンに負担が転嫁される。芸能人もファンサイン会を続けてとても大変だ。メンバーたちが落ちそうだからファンはアルバムを買ってまた買って、今のアルバム市場はあまりにも間違っていると話した。最近、ハイブをはじめとする大型 K-POP 企画会社がアルバム廃棄物解決法として環境に優しい包装紙を選んだことに対しては、溶ける紙、これは何の言葉遊びなのか。紙は全部溶ける。いっそのこと、アルバムをあまり作らないようにしないと、と指摘した。大衆文化会専門家団体、文化連帯は、1日、ハイブとミン代表間の葛藤原因を診断する討論会で、大量アルバム購買文化を葛藤の主要原因の一つに挙げた。驚異的なアルバム販売量など、ハイブ傘下の子会社の過度な成果競争が葛藤の原因になり、ファンにも被害を及ぼしてということだ。討論に出たソンキュンガン大のカンヘウォンカルチャー&テクノロジー融合専攻招聘教授は、ファンが社員会のためにアルバムを数百万ウォン分ずつ買い、罪悪感を振り払うために残ったアルバムを寄付するやり方の文化が深刻に蔓延した状況と指摘した。
K-POP 市場のアルバムチャートの並び替え文化もアルバム廃棄物の量産に一役買っている。K-POP アイドルグループ別の人気尺度になってしまった初動アルバム発売直後1週間販売量数値競争が代表的だ。K-POP アルバム販売量データを専門的に扱うサークルチャートのキム・ジヌ首席研究委員は、 K-POP アイドルの成果が見られる客観的な公式資料が事実上関税庁アルバム輸出量しかない実情とし、大部分のデータは所属事務所が独占しているが、チャート成績に有利な実物アルバム販売量に主に焦点が合わされている。これに代わる K-POP データと集計基準を確保する必要があると吐露した。はい、というね、記事でした。それではですね、こちらに対して K国の反応見ていきましょう。はい、それではですね、1人目、こちらポン。あれもゲームのように確率を公開しなければならないんじゃないの。本当に賭博場だね。171ファンサイン会も人数を抽選で選ぶので、同じ人がアルバム一つを数十数百枚ずつ買わせられます。最近歌手たちがアルバムをたくさん売ることが絶対自慢じゃない。2024年に誰が CD を聞くと680。それな、自分たちが必要なフォトカードだけ取って CD を寄付だと言って、保育園、老人ホーム、献血ルームなどにアルバムを持って行ってしまう。アイドルだけではない、献血ルームでバラード歌手のアルバムをどうしてくれるのかと思いました。当然必要なくて受け取らなかったけど。411K-POP はグッズ商売人だよ。 K-国産グッズを売って全世界のお金をかき集めてビルを建てて元気に暮らしてるよ。ゴミグッズじゃなくて歌を歌って、ダンスじゃなくて歌、歌は一人ではチンでもできないでしょ。男の子たちの顔だってなんだよあれ、幽霊みたいな顔にピアスに化粧に。歌手ならただ歌を上手に歌ってくれないかな。151本当に何でも K がつくとめちゃくちゃになる。わらわらどれだけバブルなんだ。30海外にまで広がったというには、日本はすでに15年ほど前にガールズグループ AKB48 が握手会当選権で同じ社会的問題をスタートさせているが、その時も AKB48 のアルバム数百枚を無断投棄してバレて日本のニュースに出たりしました。30アルバムに挟んで売るのではなく、むしろランダムカードで行くなら NBA 全米バスケットボールやポケモントレーディングカードのように新しいカード生態系を作った方がいいのではないか。あれはあまりにも浪費だ。20K-国はゲームもカジノのように運営していたのに、レコード会社までカジノのように運営している。悪いことをするのに腹が立つ。20あの捨てられるお金は全部親の懐から出たはずなのに、 K-国のエンタメ産業は全てなくして最初から再びゼロスタートしなければならない。歌の実力のない歌手は退出させ、公教育正常化のために高校卒業後にデビューさせなければならない。頭もサラで歌の実力もなく、教えてくれたダンスだけを何年も練習して綺麗な顔一つで金を稼ぐエンタメ産業は全てなくならなければならない。歌の実力でもあれば多めに見てやるのにライブもできないのが歌手だなんて情けない。10はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応を見ていきたいと思います。はい、じゃあ上の方からいきますかね。上の、あ、これ辺か。はい、つまり一人で損だけ買ってんだろ、わら。あ、これね、転売屋かなね。日本でも握手目的で買い漁った人が捨ててたのあったな。はい、いらないから捨てられたんでしょ。捨てるくらいな彼買わなきゃいいのにな。つまり日本にもそういうことしてる組織か人らがいるという。ポイ捨てされてたやつな。でもこれ同じように48系でやって、やったやつ不法投棄で逮捕されたやろ。多分同封のフォトカードとか抽選券を転売するのが目的なんだろうな。これ全部拾って人参マーケットで売れば儲かるのでは。ご自由にどうぞって書いておけば減るんじゃない、知らんけど、わら。ただで持って行ってもいいって置いといてくれてるのに誰も持っていかないとか、わらわら。アルバムよりもおまけの方が価値が高いんだな、わら。こんだけ買っても当たりは入ってないんだぜ、どんなガチャだよ。そう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 。だから確率を公開してくれって最初のコメントであったんだよね。100枚買っても当たりねえじゃねえかと。ドブセンとはまさにこのことだよな。ビックリマンチョコは食えるからまだ救いがあった。スマホガチャでも 0.01% は当たるというのに。
でもさ、そのフォトカード、コンプで集めてメルカリとかで売って儲けが出るの？手間のがかかるよね。んでも儲かるからやるんだろうね。でもその仕組みを利用して販売数稼いでるんだからやめる気ないだろう。わら。ここで事務所同士の喧嘩が始まってしまうんだね。最後は株価が下がってしまう。未来しか見えない。ただでやると言われてもいらんわね。え、献血ルームにこんなのあってもね。 CD 売り上げが正確じゃない理由がこういうことなんだよな。日本じゃ AKB が暴露してくれたよ。日本じゃだいぶ古い話だよ。カードなんて印刷屋に持ってけばいくらでも擦れるのにね。コアなファンは CD は捨てない。あ、コアなファンはいないか。だから転売屋じゃないのこれ。今でも CD ラジカセがあるのは老人ホームぐらい。 CD じゃなくてサブスクの ID を貼り付けてカードを売ればいいよ。まだ握手券の方がマシだな。クポップは外れも多いんでしょう。確率が全然わかんないっていうよね。お前らが出すアイドルって飽きちゃうって言ってるやつが結構言って気づいてるか。 CD で売ると利益率が高いのでおまけをつける商売。この体質から抜けられないんだね。はい、じゃあですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。